丸々の邪魔が入りやがって。女優の内山里奈さんとジャニーズの東山紀之さんは順調に交際をされていました。結婚目前とまで言われていましたが、破局してしまったということで、その理由は気になります。今回は内山里奈さんと東山紀之さんの馴れ初めや交際期間、破局理由について詳しくご紹介しましょう。馴れ初めや交際期間は、内山里奈さんと東山紀之さんの馴れ初めですが、2005年のドラマ宗末刑事の捜査ファイルガラスの恋人で共演したのがきっかけということ。このドラマは東山さんが主演ですが、第1話のゲストが内山里奈さんだったそうです。2人とも刑事役ということで、同じ場面で演技することが多かったので意気投合したのではないでしょうか。交際が発覚したのは熱愛報道されたからですが、双方の事務所も認めていましたので、交際していたのは間違いないでしょう。ジャニーズ事務所が認めるって珍しいですけどね。しかし2007年に日刊スポーツが2人の破局を報じました。また双方の事務所も破局は事実と認めています。交際期間は2005年から2007年で約2年間と言えそうです。破局理由は、内山里奈さんと東山紀之さんは結婚間近とまで言われていました。しかし2007年に2年間の交際はピリオドを打ったと言われています。その破局理由は気になりますよね。いくつかの破局理由があるようなので詳しくご紹介しましょう。破局理由1、お互いが多忙のためのすれ違い。内山里奈さんも東山紀之さんもお互い人気があり、仕事が忙しかったのですれ違いのため破局したと言われています。東山さんは少年隊としての活動は落ち着いていましたが、俳優業などは活発でした。そして内山里奈さんは当時人気絶頂で作品を掛け持ちすることも多く、スケジュールはびっしりだったといいます。4つの役を同時進行していたこともあったそうで、自分が分からなくなったこともあるそうです。自分の軸を見失っていたということで、そんな状態では恋愛もうまくいかなかった可能性も高いですね。ドラマ「大奥花の乱」などで主演を務め、他にもラジオや舞台など本当に多忙だったのだと思います。ドラマの主演だと本当に自分の時間などはないでしょうね。拘束時間も多く、恋愛どころではなかったかもしれません。やはり多忙というのは破局理由になりますし、お互い直接会えないとすれ違いが発生しますよね。お互い会える時間が少なくなり破局したということです。破局理由に、森光子の邪魔が入った。森光子さんといえば大御所のベテラン女優ですが、東山紀之さんと蜜月関係にあったと言われています。森光子さんに東山さんはとても可愛がられていて、いろいろな噂もありましたけどね。そんな森光子さんは東山さんが大好きだったということで、東山さんと内山里奈さんの熱愛報道があった時にはかなりショックを受けたと言われています。もしかすると森光子さんが東山さんを取られたくないという気持ちになり、交際の邪魔をしたという可能性もありますね。もしくは東山さんが気を使って内山里奈さんとの距離を置いたということも考えられます。いずれにせよ、森光子さんは東山さんと内山里奈さんとの関係をあまりよく思っていなかったのではないでしょうか。だからといって破局したかどうかは分かりませんけどね。でも東山さんにしてみれば、懇意にしている森光子さんが認めてくれるような女性と結婚したいという気持ちがあったとも考えられます。その森光子さんのお眼鏡に内山里奈さんがかなわなかったということもあるかもしれません。破局理由3、お互いの結婚観の違い。内山里奈さんと東山紀之さんは2年ほど交際してから破局されました。その破局理由ですが、お互いの結婚観の違いというのもあると言われています。考えるに、当時内山里奈さんはまだ23歳ぐらいととても若いです。まだ結婚には早いと考えてもおかしくありません。そして東山紀之さんは当時38歳ぐらいですね。年の差は15歳ありますが、お似合いの2人だったと言えるでしょう。そして東山さんの年齢ならば結婚してもおかしくはないですよね。しかし東山さんはジャニーズ事務所の所属で、アラフォーとはいえアイドルって感じですからね。ファンは女性が多く、若い頃から応援している人たちばかりと言っても過言ではないでしょう。そう考えると、結婚するときはファンからも祝福されるような結婚をしたいと思っても不思議ではありません。しかし15歳年下の若い内山里奈さんとの結婚はファンからしても
あまり喜ばしいものではなかったのではないでしょうか。あまり若い子と熱愛や結婚報道があるとファンからいろいろ言われている芸能人が結構いますよね。それが東山さんにも当てはまった可能性はあります。もしくはもともと東山さんが結婚する気持ちがなかったという可能性もありますよね。ジャニーズ事務所に所属していて人気があるのは女性ファンのおかげですし、結婚して人気を落とすわけにはいかないと考えたのかもしれません。一方の内山理奈さんもまだ若く結婚を考えなかった可能性はありますよね。まだまだ仕事が忙しく人気絶頂ですし、主演ドラマなども多く仕事が楽しい時期だったとも言えます。結婚して家庭に入るよりも女優としてまだまだ頑張りたいと思っても不思議はありません。ということで2人の結婚観の違いがあって破局したというのは大いに考えられるでしょう。2人とも結婚したくなかったのか、どちらかが結婚したくなかったのかは分かりませんけどね。破局理由4、事務所の妨害。事務所の妨害があり破局したということですが、こちらも可能性としてはありえるでしょう。しかし内山理奈さんも東山紀之さんの事務所も熱愛が出た時点で認めていました。そう考えると妨害があったのかは謎ですけどね。ただ熱愛は認めたけど結婚は認めないということもあったのかもしれません。熱愛報道と結婚するという事実は別ですからね。結婚するとファンが多少なりとも減るっていうのは事実でしょう。そのために事務所が妨害したという破局理由ですが、これはあまり関係ないかなとも思います。ジャニーズ事務所が交際を認めたっていうのがある意味すごいですが、これこそ真剣交際していたから認めたとも考えられます。それだけ真面目に付き合っていたのでしょう。破局理由5、違う人が好きになった。破局理由としては誰か別な人を好きになったということもありえますよね。お互い人気者同士で芸能界で頑張っているわけですし、周りを見渡せば美男美女ばかりですからね。ついつい違う人を好きになっても不思議ではありません。多忙で会えない時に違う現場で一緒になった人と仲良くなる可能性だってありますよね。人の気持ちは分かりませんが、そういったことも破局理由だったのかもしれません。まとめ、内山理奈さんと東山紀之さんの馴れ初めから交際期間、破局理由についてご紹介しました。結婚目前と言われていましたが破局ということでいろいろな原因が考えられるでしょう。それでもやはり原因は結婚のタイミングが合わなかったということだと思います。現在内山理奈さんは吉田栄作さんと結婚し、東山紀之さんは木村佳乃さんと結婚されています。お互い幸せな家庭を築いているということでハッピーエンドでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。